ケルントナー中通り10番にあるロースアメリカンバーアメリカンバー、もしくはケルントナーバーはオーストリアのウィーン中心部の繁華街、ケルントナー通りのビルの一角にあり、脇道のケルントナー中通り10番に面した小さなバーであるロースパーやロースアメリカンバーとも呼ばれている。建築家アドルフロースによって設計されたもので、ウィーン建築の初期モダニズムの一つに数えられている。 ロースはこのバーを1908年に設計した。これには1893年から1896年に至るアメリカが衆国での滞在経験が下敷きになっていた。ファサードは正常期を模したキッチュなデザインである。室内は4、46、004?10 メートルとごく狭いが壁面上部に張り回された鏡の反射によって空間が どこまでも続いているかのような錯覚を与える。天井は高褐色の大理石、柱と量は黒の大理石、壁は魔法ガニーを使用している。ファサードは回収されていたが、1989年にブルクハルトルクシチコによって修復された。その際、ヘルマンチェコが展覧会のために復元したエントランスの学絵がかけられた。ありがとうございます。